ここは都内某大手企業の本社ツインタワービル。エリートしかいないこのビルは A 棟 B 棟に分かれ、それぞれの棟を牛耳るトップがいた。会社を理解していない過去を知らない人への理解を施し、 A 棟のトップ尾崎、39歳独身、帝都大学を首席で卒業した文武両道の細マッチョ。特に剣道では幾度となく全国大会で優勝を果たし、現代によみがえった孤高の戦士と噂されるほど。何かご質問は？はい。彼女はいますか？いません。その眩しい眼差しに世の女性たちは妊娠し、男性社員すら虜にするというスーパーフェロモン男。アメリカの方ではもう主流となっております。 I don't like sushi。 一方こちらが B 棟のトップ円谷、39歳、独身、音楽に長けている才色兼備の帰国子女。 Mr. Tsuburaya's piano performance drinking wine Mr. Izumiya。社長、この後、僕のピアノを聴きながらご一緒にワインを飲みたいと。おお。お。幼い頃から世界中を飛び回り、話せない言葉などなく、ピアノ、バイオリン、ありとあらゆる楽器も操り放題の優雅なインテリ王子。ジャパニーズもちろん。もちろん。オーケー。いまだに出会ったことのないこの二人。今まさに。おお、尾崎君、もうお疲れちゃう。やっと私の会社のツートップが会えたわけですか。尾崎君に、円谷君、二人とも我が社のために頑張るように。社長、ん？ツートップはないでしょう。 A 棟のこの僕がトップでしょう。社長、こんなすぐ熱くなってしまう人にトップは務まりませんよね。社長、よろしくじゃん。俺がトップだ。私がトップです。運命の出会いをした尾崎と円谷、かくして男たちのプライドをかけた熱きラブストーリーが幕を開ける。円谷って言ったな。ええ、そうですけど、何か俺がお前より上だってこと思い知らせてやるよ。何ですか、いきなり。ちゃんとこっち見ろよ。やめてください。やめない。お前が俺より下だって認めなきゃ絶対絶対は。黙れ。何してるんですか。見ての通り鍛えてる。なかなか新しいですね。円谷さん、噂は聞いてたよ。思った以上の美人で参ったよ。
尾崎さんこそ噂以上のモテっぷりで憧れます。社内一の防御力を誇るあんたを手の届かない神の芸術だっていう若い社員の気持ちもわかる。そちらこそあなたといるとステータスが上がるって聞きますよ。じゃあ失礼。ちょっとこれ俺の番号。美しい人には覚えてもらわないと。あなたゲイですか？俺はただ美しいものが何でも好きなだけだ。まるだ。あえてあえて言うなら倍だ。いや、おい無視すんなよ。私は男性には全く興味がないんで。そりゃ悪かったよ。じゃあ俺があんたの初めての男になってやるよ。私は男性には全く興味がないんで。そりゃ悪かったよ。じゃあ俺があんたの初めての男になってやるよ。どうしたんですか？急に女性みたいな悲鳴あげて。なんか尾崎さんってほんと可愛いですよね。可愛い？俺この俺が？ええ、とっても可愛いですよ。汚いトイレに這いつくばってほら顔もこんなに真っ赤にしちゃって。私はとっても興奮します。なんで俺こんなに必死なんだ。あいつのこと俺まさか好き？いや絶対やれない。絶対にあいつをひれ伏せてやる。最近よくこちらにいらっしゃるんですね。あっちじゃ後輩たちが話してくれないもんで。へえ。なんだよ。いえ、てっきりあなたが私に恋をしているんじゃないかと思いまして。はあ？自意識過剰なんじゃないのか。まあ、あんたが女だったら速攻俺に抱かれてると思うけどな。で、どうだ今夜色男同士共通の趣味でも見つけねえか。素敵ですね。そういったお誘い嫌いじゃないですよ。
ちょっと尾崎さん、何やってんですか。そんなとこで筋肉見せつけてないで隣にでも座ったらどうですか。目障りです。はぁ、目障りってお前、俺の筋肉ですら否定か。意気込んで連れ込んだくせにずっとそれですから。それにタバコ吸いすぎですよ。タバコでも吸ってないと口寂しくて。ちょっと下品ですよ尾崎さん。力ずくで押し倒そうなんて私の美学に反します。こういうのはムードってのが大切でしょ。襲えるもんならやってみろってんだバーカ。何ですかこれは。見くびんじゃねえよこの俺様を。いつでも人のこと見下したような面しやがって。え、なめんじゃねえよ。大体俺はお前なんかに興味ねえんだよ。誰がタフかっつうの。え、なんとか言ってみろよ円谷さんよ。今日も俺が上鍵はい手錠の早くお前さっきのその機会を早く。冷やせば大丈夫ですよ。いや、これはダメでしょう。いや、絶対やっちゃダメでしょう。大丈夫ですか。救急車呼びます。いらねえよ。それにしても我が社のセックスシンボルである尾崎さんがそんなとこ抑えながら泣きそうになってるなんて、ほんとかわいい。あんな屈辱許さねえからな。絶対落としてやる。何するんですか。やめてください。下品ですよ。いいねいいね。そういう焦ったとこもっと見せてくれよ。話してください。いやだよ、ほら誰も見てねえんだし。いいだろ。やめてください。立たないくせに。弱み握ったと思ってんじゃねえぞ。抵抗しねえのか。バカにしようって。私から見たらあなたの方が私に惚れちゃってるみたいですよ。尾崎さん、
尾崎さん、おはようちゃん。お前なんで私のことを愛してるんでしょ。愛して どうしたのかな大崎君。大丈夫です、何でもありません。何なんだよ、あいつ。リベンジしたいなら、さしてあげてもいいですよ。はぁ、あ、なんだよそれ。尾崎さんが感知したら会いましょう。あなたのお家で。はぁ、あ、あいつのことで頭いっぱいじゃねえかよ。俺のバカ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 、もう本気になってんじゃねえよ。大崎君、今夜空いてるかな。例の案件で今野社長と会食するんだが、君に同席してもらいたいんだ。今夜ですか。うん、今夜はちょっと。ちゃっと顔出してもらうだけでいいから、頼むよ。21時よろしくちゃん。はい、わかりました。あんにやろう。人みてえなこと言ってんじゃねえよ。何考えてんだあいつ。もしもし。留守電にも入れようとしたんですが、すいません。今夜はごめん。明日会えませんか。お話ししたいことがありまして。なんかデートみたいですね。で、話ってなんだよ。冷たいですね、尾崎さん。つぶらやさ、お前なんで結婚しねえの。なんででしょうかね。尾崎さんは、あ、そっか、ゲイだからか。いや、バカ、俺はバイだ。勘違いすんなよ。分かってます。なんででしょうかね。ご縁がないのかな。仕事お好きですしね。俺も好きだよ仕事。尾崎さん仕事楽しそうにやってますもんね。そうか。いや、まあお前もさあれだろ、ほら
高見から襟好みしてんだろう。そんなことは。社内でさ、あの探せばいいじゃん。結構いるしさ、たまにはこっちに顔出せよ。それでもダメなら、それでもダメなら、俺が恋人にしてやる。してやる。してやる。光栄ですが、私月曜から海外に転勤することになったんです。はあ？月曜って2日後じゃねえかよ。俺そんなの聞いてねえぞ。言ってませんもん。今日言うつもりだったんで。で、いつ戻ってくんだよ。さあ、5年は難しいでしょうね。5年？だから好きになりません。ええ、なりませんから。好きだ。尾崎さん、好きになっちゃったっていうか、ずっとお前のこと考えちゃってて、もうどっちが上とかどうでもいいわ。はいはい、はいはいって。はあ、ほんと可愛いですね尾崎さん。またバカにして。してません。嬉しいです。なんだよ。このまま家に持って帰りたいけど我慢する。お前が戻ってくるまで俺ずっと待ってるから。頑張れよ。絶対負けんな。先日の今野社長との。尾崎君、お疲れちゃん。はい。はい。どうした、大丈夫か尾崎君、体調でも悪いのか。お前なんでここにいんだよ。海外転勤って。そうですよ。はあ、まあチャンスではあったんで。すまないね。市場を挟みたくなかったんですけど、私社長と離れるのが嫌なんです。つぶらや君。そうだそうだ、誰がつぶらや君を統計なんかやるのか。社長。ということで私が上ってことですね、やはり。うわあ！だったら今夜きっちり。あの、私まだ何も言ってませんよね。何が？私、尾崎さんのことが好きだなんて一言も言ってませんよね。はあ、尾崎さん？あれ、なんかダメかも。尾崎さん、尾崎さん、しっかり、しっかり、尾崎さん。
お前のせいで知恵熱だよバーガー。あーんしてください。あーんね、こういうの好きでしょ好きじゃねえし、てかリンゴ口に入れてくれる？そこほっぺだからちょっとそんなに辛いなら病院に。お前なんでここにいんだよ。俺の気持ち知ってて、そういう、そういう、お前が、お前が俺のこと嫌いだろうがなんだろうが、お前は俺のもんなんだよ。分かったか？俺もうスーズン、家まで来てるのに嫌ってるわけないでしょ。だってお前俺のこと好きなんて言ってないって。だから好きとは言ってませんよ一度も。まさか女の子みたいに気持ちを言葉にしないとわからないとか言うんじゃないでしょうね。わかんない。つうかもうそんなにいじめないで。何言ってるんですか。尾崎さんはもっとガツガツしたタイプ。お前に俺じゃなきゃダメだって思わせたいんだよ。好きです。え、意地悪は恋人のたしなみでしょ。まさか意地悪を本気にするなんて。尾崎さん、私はもっと前からあなたを見てました。あなたと離れたくなかったから転勤の話だって断ったんです。え、なんて、もう一度言って。聞こえなかった。二度は言いません。調べておくのが恋人の役割ってもんでしょ。
救急車来ます。しかも私の塔です。だってプレゼント今何が欲しいって。お前が欲しい、今すぐ欲しい。そう、ダメですよ、まだ。ほら尾崎さん、電話鳴ってます。電話、メールだよ。亜美さんとかいう人ですか？見たの？見えただけです。中身は見てないんで安心してください。おい、いやこれは、いやこれはさ、忙しい忙しい言ってる割にはずいぶん亜美さんと連絡取ってるんですね。いやだから一応聞いときますけど、誰ですか？気になっちゃう。あー、元カノです。最低です。私は体だけが目当てだったんですね。もうなんだよ。いやだからメールしてただけだって。まだ会ってないし。まだ、いやだから、いやこんなことで変だぞ。信じてないのか俺のこと。もちろん信じてますよ。言ってることとやってることが違う。生誕祭楽しんできてくださいね。あ、明日ランチしましょう。あ、ちょっと、たくさん聞きたいことがありまして。昨日の生誕祭？何でもどうぞ。元カノのことなんですけど。いや、嫉妬してくれちゃって嬉しいんだけどさ。もう連絡取ってないから安心しろよ。私に構わずじゃんじゃん連絡取ってくださいね。なんだよ、気持ち悪いの。いじめてるんです。ほう、怖っ。会ってあげればいいじゃないですか。きっとあなたからの誘いを待ってるんじゃないんですか。いやさ、誘ったんだけどさ、なんか遠慮しちゃって全然会ってくんねえんだよ。へえ。亜美さんからの電話ですか？出てあげればいいじゃないですか。電話は初めてだぞ。亜美ちゃん。ありがとうございます。でも今仕事中だから。しかもマイバイオリン会社に持ってきちゃダメだから。すいません。そのままやっちゃっていいからね。みんな仕事を戻ろう。泉谷社長にまで気を使わせてしまった。仮にも
私という恋人がいながら、まさか元カノに会いに行くんじゃないでしょうね。いい度胸してるじゃないですか。私に嫉妬させたこと、後悔させてやりますよ。怖い。円谷君、超怖い。おつ、お疲れ様です。お疲れ様です。毎日ご苦労様、アミちゃん。アミ、君がアミシマちゃんだよね。今日は電話なんかくれちゃって。何のことですか。俺さ、綺麗な子の顔も声もすぐ覚えるタイプなんだわ。逃げんなって。まあほら、怒んないから安心してよ。そうだな、まあ、とりあえず飲み行こっか。もう少し分かり合えたらきっと。どういうことですか。あ、ちょっと話が見えないんですが。今はちょっと俺あれだから。やめてください。そうやっていつも円谷さんに馴れ馴れしくして、この前はお泊まり、今日も二人でランチ。円谷さんは王子なんです。みんなの憧れの王子様なんです。嫌がらせのメールだったんですね。まあ慕ってくださるのは嬉しいですが、私があなたが思ってるようなそんな人間ではありません。ああそうそう、こいつさ本当にいじめっ子だし、まあ、王子なんてキャラ。そんなの円谷さんじゃない。そんな円谷さんなんていらない。あ、おい尾崎さん。誰。そんなの円谷さんじゃない。そんな円谷さんなんていらない。あ、おい。勝又。お前なんで。明日からこちらでお世話になるんで先輩に挨拶でもって。この状況一体何なんですか。大したことねって。あ、ごめんね、夢壊すようなこと言って。円谷はすごく優しい人だから、もう仲良くしたりしないからさ。仲良く。はっ、こんな下品な人私大嫌いですから。彼は家来です。家来だからそばにいてもらわないと。でないと王子様できませんからね。こちらの方。ああ、あの大学の時の後輩で。勝又です。明日から中途採用でこちら尾崎先輩の部署に配属になります。ほほう、そっか。ああ、でこっちが王子様。円谷です。カッコつけるからでしょ。ほら、
痛いったらもう。大げさな。大したことなさそうじゃないですか。悲しかった。子供ですか。違う。嘘でも大嫌いは悲しい。悲しかった。それは本当はメールいっぱい来て怖かったんだから。ああこれじゃあ一人で風呂にも入れねえな。じゃあ一緒に入りましょう。マジで嘘。嘘嘘。痛い。動かない。動かない。ちょっと痛い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 。こっちも痛い。こっちも痛い。風呂は入りなさい。痛いやから。ああ。痛い。ああ痛い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 。もう出ていいって。お背中流しますって。それじゃつまんないよ。わがまま言わないでください。私に元カノだなんて嘘を言った罰です。ケイジ。もう何するんですか。もうもうダメだ。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 燃える。何ですかそれ。うわぁ違う違う違う。もうちょっとないですか。もうあーもうどうしてくれるんですかこれ。もう残念でした。もう予想はしてましたけど。ごめんな嘘ついてて。やきもち暴れるの嬉しかったんで。だから嘘ついてたの。私も嘘ついてます。え大嫌いなんて大嘘です。ごめんなさいです。先輩ずいぶん遠回りしちゃいました。先輩ということで勝又君挨拶を。はい、勝又です。尾崎さんとは古い付き合いで大学の後輩にあたります。尾崎先輩目指して精進したいと思いますのでよろしくお願いいたします。つうか、その別にいいです。先輩に彼女だとも言ってなかったし。勝又本当に悪かった。いくら謝られても人の女取ったことに変わりありませんから。あの時は本当に時の借りまだ返してもらってませんよね先輩。
ごめんなさい。もう浮気なんてしないから。浮気なんて許さない。ごめんなさい、ごめんなさい。責められるのは初めてなんですね、先輩。やめてください。一つ一つ二つ、まさか三つ、次は四も、羽、左耳、右首、もっといい声で泣いてください、先輩。ありがとうございます。うん、でも今仕事中だから。うん、しかもマイホルン会社に持ってきちゃダメだから。すみません。うん、みんな仕事戻るよ。ちゃんと信じるって決めたのに、私のバカ、バカバカバカ！怖い。円谷君やっぱり怖い。ヘックス！ああ、風邪ですか？いや、もう治ったんだけど、なぜかおかんが。おお、先輩はどうして結婚しないんですか？余計なお世話ってもんですよ。先輩なら遊びたい放題でしょ。昔はそうだったじゃないですか。お前も厳しいね。恋人くらいがいるんでしょ。紹介してくださいよ。先輩の彼女なら綺麗で優しい女性なんでしょうね。内緒。僕に奪われるんじゃないかって心配ですか？どうしたんですか？急に呼び出すなんて珍しい。また具合でも悪いんですか？しばらくこうしてたら大丈夫。何があったんですか？なんか古傷が痛くて。なんつうか、その先輩に彼女だとも言ってなかったし、本当に悪かった。いくら謝られても人の女取ったことに変わりありませんから。痛まなくなる日が早く来ることを私は願ってますね。そういうこと。円谷さん、
それで何かあるから私を連れてきたんでしょ。何ですか。尾崎先輩と付き合ってるんですか。なぜ。社員の方からとても仲がいいって伺ったもんで。私は男ですよ。尾崎先輩は昔から男女ともに人気があったし、それにこんな綺麗な人尾崎先輩がほっとくわけないなって。内緒です。僕実は昔尾崎先輩に自分の彼女を取られたんですよ。まあ別に今考えてみれば先輩が悪いわけでもないんですけども、今でもあの時の言葉忘れられなくて。甘酸っぱいですね。尾崎さんが羨ましいな。あなたみたいに慕ってくれる後輩がいて。別にそんなんじゃ。いいえ、そんな苦い思いまでして尾崎さんの部署に中途入社してきたんだから、とっても憎んでいるか、とっても慕っているか、その二択しかありませんから。あなた本当はどっちなんですか。何ですかそれ。なんだか見透かされてるみたいだ。あなたはどっちだと思います。さあどっちでしょう。何するんですか。いや、こんな綺麗な顔で笑われたら男でも勘違いしますよ。やめて。そんな風に誰でも媚びる感じ最低だと思います。こんなことしてどんな意味があるんですか。僕も尾崎先輩が好きなんです。先輩を惑わさないで。これは違うんです。これは俺はお前のことが好きなんだ。僕もです先輩。にやついてどうした先輩。神崎部長に頼まれた資料よろしく。今用意します。オッケー。あの先輩嬉しいです。先輩と両思いだなんて。ちょお前は露骨なんだよ。ちょっとは周りの目考えろよ。すいません。あのさ、一つ聞きたかったんだけどさ、勝又って突っ込みたいの？突っ込まれたいの？突っ込みたいです。あ、でも先輩があれなら。いや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 、ないから。え？あ、ないの、わかる？あ、もっと自分を大事にしていこう。俺たちは裸で突っ込み合ったりはしないの。しないよ。そういうんじゃないぞ。分かってます。僕は昔から一方通行に慣れてますし、自分の気持ちに気づいてからもずっと
僕は密かに先輩を持ってるだけで十分でした。借りを返してほしいとか本当は思ってなかったし、ただそばで仕事ができたらって、それだけでよかったんです。勝又、先輩に彼女がいようが結婚しようがどうでもよかった。奪うつもりもなかったし。相手を知るまでは。やっぱりここにいた。こんにちは。昨日はすみませんでした。生意気なことばかりしてしまって。尾崎先輩があなたを助けるためにわざと僕に好きだって、そんなことくらい分かってました。先輩たちのことは内密にしておくんで安心してください。本当にすみませんでした。いいんですよ、気にしないでください。ああそうだ、今度僕らの部署だけで慰安旅行に行くんですよ。何かあったらすみません。二人とも私の分まで楽しんできてくださいね。ええ、存分に。人様のものに手出すなんてあんた何様ですか。あっ、つぶらやさん、過去にあの人がやってしまったことをとやかく言うつもりもありませんし、あなたがいつまでたっても傷ついたままネガティブに浸ってようが、そんなことはどうでもいいんです。慰安旅行の話も冗談ですから。冗談です。冗談だろうが、そんなことはどうでもいいんですよ。私が言いたいのは、今度尾崎さんに近づいたら私があなたにぶち込みますからね。わかりましたか。はい、もっと大きな声で。はい。私の尾崎さんをこれからもよろしくお願いしますね。突っ込まれるか分かりませんからね。それならいっそ私が突っ込んでおくって言ってるんです。お前さっきから俺突っ込むとか突っ込まないとか下品だぞ。あなたの下品が映ったんですよ。いやだからあのな、いや勝又はそんな卑怯な真似するやつじゃないから。俺が上、自分でも分かりません。これが独占欲なのかただの意地なのか。でも彼の行動にはすごく動揺しています。だから勝又はそんなやつじゃないから。信じてるんですね、彼のことは。尾崎さん、本当は昔彼のこと好きだったんじゃないんですか。すいません、言ってはいけないことを言ってしまいました。もうちょっと自己嫌悪に陥る時間を私にください。なんだよそれ。だって私はあなたの昔を知りませんから。俺だって
お前の昔のことなんて何も知らねえよ。そりゃそうですけど。普通だよ。お前と出会う前までは誰かのことで熱出したり怒ったり泣いたりぶっ倒れたりするなんて初めてなんだ。本当に。俺はお前がいないとダメになるんだよ。だからお前が一番俺のことよく知ってるよ。コンペの資料なんですけど、確認していただけませんか？おう、こんにちは、勝俣君。やだな、円谷さん。そんな敵意むき出しにして。はい。じゃ、僕は急ぐので失礼します。なんだよ、張り合いねえな。諦めたんですかね。まさか。おーい、お礼の愛はそんなもんか？ちょっと挑発しないでください。へい、ずっと考えてたんです。もし尾崎さんに他に好きな人ができたら自分はどうなるのかなって。どうなんの？ハゲますね。いや、ハゲ散らかします。え？でも尾崎さんはもし私に好きな人ができても諦めずにいてくれますよね。そうだな、諦めるかな。お前が幸せそうに見えたら諦める。それは結局尾崎さんがダメになるってことですよね。まあそうなるわな。お前がいないと俺ダメだから。どっちもどっちですね。だな。ここは都内某大手企業の本社、ツインタワービル。エリートしかいないこのビルは A 棟 B 棟に分かれ、それぞれの棟を牛耳るトップがいた。 A 棟のトップ尾崎、 B 棟のトップ円谷。この物語は運命の出会いをした尾崎と円谷のプライドをかけた熱きラブストーリーである。甘えていたそのいつも
You're